ンポスの神。偵察の兵が戻ってきました。見知らぬ将来が寄る砦は敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアレス君は砦にいるのは我々の仲間と勘違いしている様子。今奇襲をかければ敵の動揺を誘います。その隙に彼らを救い出しましょう。この作戦の要、研究必ずや守ってみせん。ええ、私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするためにも。お前たちがここへ逃げてくることは分かってた。恨むなら俺の勘を恨んでくれよな。逃げた？何の話か知らんが、黙ってやられるわけにはいかんな。ここは踏んじまってくれ。ここは一旦引いとくぞ。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。ほうとう、それに羅宿殿もご無事で何よ。再会を喜んでいる日はなさそうです。ああ、しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で一網打尽にするのはどうだ。ひとまず下がって立て直した。この地形、この風、話すべきことは一つでしょう。さすが話が早い。なら俺は策がなった後の追撃を受けます。じゃあ恐縮ですが、俺も参加します。逃げる時を多電波にする策ならお任せ。なら石は諸葛亮の計がうまくいくようにちょいと再考するとしよう。さて準備に取り掛かろう。おのおの、抜かりないよう頼むぞ。軍師が知恵を持ち寄るんだ。足もちょいと気張っとこうかね。うまくはまれば形勢逆転。昼寝してる場合じゃなさそうだね。上手、早いとこ味方の船をつないしまわないとね。お前さん、工作兵を守ってやってくれないかい。船をつなぐ工作兵は策の要、鉄の盾のごとく守ってみせん。すごい立派な活躍ですね。あなたがいてくれてとても心強いです。私が守る。あなたのかっこいいとこ見ちゃった。私も真似してみようかな。お前さん大したもんだ。こりゃ足も楽できそうだね。お前のような大器はなかなかおらん。俺の方が焦ってしまうわ。ねえねえお姉ちゃん、みんな何の話してるの？さっぱりわかんない。私もよ。それだけすごい策ってことじゃないかしら。じゃあ私たちは頑張ってお手伝いすればいいんだね。こんな砦が欲しいんだけどさ、敵が強くってちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。この場所、矢を射込むには絶好の位置だ。敵に抑えられているな。ここは力ずくで奪うしかないだろう。すまんが手を貸してくれないか。もちろん手伝います。この砦を渡すわけにはいかない。諦めてくれないか。わけあってそうはいかないんで、そっちもわけありみたいだけど。出目かからん。わかりました。お前たちはここで倒す。俺たちに失敗は許されねえんだ。
必死なのは分かったよ。でもこっちも譲れなくてさ。もう攻撃の威力すさまじい。どうにか味方に引き入れられないのか。そんなことできるのかな。だってあの子たちなんだか怖そうだよ。これで目的地への道は開けたが、待ち受けるはあの怪物か。あれ、あの鳥みたいな子たちいなくなっちゃった。どういうことだ。怪物どもが見当たらない。いつの間に姿を消したか。砦は無事確保。そこに伏兵を仕込めば準備完了と。組み立てて良かったです。とにかく目的は果たせた。ここに戦車部隊を配し、逃げる敵を射抜くとしよう。皆の助力に感謝すればな。敵の成果を披露しましょう。うまくいくかな。ドキドキしてきちゃった。すごい立派な活躍ですね。あなたがいてくれて、とても心強いです。鮮やかな武打、大輪の花のごとくだな。お前のような大器はなかなかおらん。俺の方が焦ってしまうわ。鮮やかな武打、大輪の花のごとくだな。あなたのかっこいいとこ見ちゃった。私も真似してみようかな。あの3人ならうまくやってくれるでしょう。船に戻り、策が知れぬよう敵を引きつけなければ。孔明様、私も共に討ち取ったり。お相手いたす。行くぞ。発動の感じ到底叶わない。すごい、やられない。立派な活躍ですね。あなたがいてくれて、とても心強いです。我が策では止められなかったか。敵将、そこを動くなよ。こんな見事に負けちまうとはな。試させてもらおうか。任せておけ。やめろ。お任せよ。船をつなげたようだね。これでサークもうまくいくさ。お前さんのおかげだよ。策の成功が待ち遠しい。花の開くのを待つがごとくだ。さて、そろそろ移動しましょう。戦場に行っては危険ですから。はい、孔明様。敵を引きつけつつ交代ですね。ようやく追いついた。任せておけ。人間、ここで終わらせてやる。そう流行らずともよかろう。敵は無勢。
討ち取るのはたやすい。来ましたね、我々の策を披露する時が来たようです。今です、火を放ってください。自分たちの船に火をつけるだと、正気か。おやおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労して繋いだ甲斐があったよ。敵は動揺している。今だ、一斉に矢を打ち込み追い打ちをかけろ。ああ、敵さん大混乱。お次は伏兵、行ってみよう。敵は見事に浮き足立っています。この隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配、お見事です。わかりました。すごい、立派な活躍ですね。あなたがいてくれて。でも心強いです。火遊びするなんて悪い子だね。お仕置きだよ。こんなところに兵を配していましたか。敵も憎めないですね。孔明様、ここは私にお任せください。任せておけ。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんだけど、実は俺、今孔明なんて呼ばれてるんだよね。研究の成果を披露しましょう。おや、そうでしたか。一筋縄ではいかない刀のようですね。じゃあ俺たち似た者同士。本物から言われるなんて、偽物の折りに尽きるな。宝刀のおかげでうまくいきました。ここで同門の力を得られるとは心強い限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないし。そうでしたね。共に勝利を描きましょう。ですね、あなたがいてくれてとても心強いです。任せておけ。この程度の炎でひるむな。全軍戦場から退去せ。すぐさま立て直して将たる器。立ち直りが早いね。このままじゃ追いつかれちまうよ。復活した敵の勢い、風受ける船のごとく。これで退路は開きました。追いつかれる前に急ぎ撤退しましょう。お前こそ真の三国武装よ。この地より逃がすことはできん。諦めるのだな。さっきはしくじっちまったが、今度はそうはいかないぜ。ああ、おめえ誕生、金利通してやんぜ。わかりました。お前さん大したもんだ。こりゃ足も楽できそうだね。あれだけやったのにもう復活。俺たちの策、いい線いってると思ったんだけどな。研究の成果を披露しましょう。とてもすごい策でした。ただ敵が強すぎるんだと思います。やはり他の異物を手なずけられていれば、いや、できることを論じても仕方ないか。またあの鳥みたいな子たちのこと、なんだか私も気になってきちゃった。
おかげで敵の追撃を退けることができました。何、救われたのはお互い様だ。俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってね。こんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。ほうほう、なる